平戸港は長崎県平戸市に位置する地方港湾。港湾管理者は長崎県。かつては東、アジアや遠く、ヨーロッパとの国際貿易港として栄え、平戸大橋開通までは平戸市及び平戸島の玄関口でもあった。2015年度の発着数は3134席、利用客数は172,140人である。 シ島航路の第二フェリー卓島平戸三橋バスターミナルかつての平戸港ターミナルビル。平戸駅の表示があった。平戸市崎方町にある西越バスのバスターミナルで、佐世保市や松浦市と平戸を結ぶ路線バスの始発、終点となっているほか、平戸市内各地へのバスも発着する。安土大島、シ島へのフェリー乗り場もすぐ近くで、平戸市の交通の起点である。 かつては、対岸のコ港とのフェリーの発着所でもあり、平戸大橋開通以前は、平戸島の玄関口であった。当時は、国鉄平戸口駅との連絡運輸のため、業務委託による平戸駅も開設され、国鉄乗車券の販売や、手荷物等の受付も行われていた。建て替えられる前のターミナルビルには、平戸駅の表示が残っていた。バス路線へ向かえ、吉井。 佐世保方面大化成、楠木ノパク方面、北松農業校、小江首方面、松浦方面、平戸島内路線、行きつき方面。ありがとうございます。